ろんな芸人さんの方が売れてるじゃないですかとかで比較されたこともつらかったですしね。仕事をしてたわけで、で大阪でやってた時ってじゃあアナウンサーの人とかに何言ってんねんって強く言うてもそれを返してくれるようなアナウンサーの方が多かったわけで、大阪って。でもやっぱり東京ってそうじゃない部分があって、なんでしょう、やっぱアナウンサーもアイドルっぽいアナウンサーの方もいらっしゃるし、結構きつめのツッコミ入れたらもう最低だとか調子乗ってる天狗だとかそんなん言われたのもいっぱいありましたしね。あとはだから他のいろんな芸人さんの方が売れてるじゃないですかとかで比較されたことも辛かったですしね。別に僕ら的にはスタートラインが全然違うのであんまり気にはしてないんですけど、周りがすごく生やし立てるというか、まあ、比較するのは別にしていただいて全然僕はいいと思いますし、まあ、比較されてるうちが花かだと思うんで僕らも。自分ら的にしっかり気持ちを持っていれば、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと思いますけど。コンビって仲がいいの？普通じゃないですか。めっちゃ良くもないし悪くもないっていうぐらいだと思いますけどね。それはさすがにないですね。もう結成して10年ですけれども、出会っても18年ですから、もうそんな飲みに行くだなんだとかはないですけど、別にじゃタクシーで2人になっても別に苦ではないですよ。タクシー乗るとき横に乗る？はい。前と後ろじゃなくて？マネージャーがおるときはマネージャー後ろに座らせてあげようと思うんで僕前に乗りますけど、2人のときは基本横に乗りますね。相方の連絡先とか知ってたでしょ？家とか知ってます、知ってます、もちろんそれ知っとかないとやっぱり連絡取れないんで。相方ってすごくうちにこもるタイプ？そうですね、あいつはうちにこもるタイプですね。ほんと宿狩りタイプですよね。それに光を当てるタイプかな。じゃあ、まあ、光をってそんな大層な言い方はできませんけど、外に散歩に行きたくないペットを無理やり出してる感じですよね紐引っ張って。なるほどね、はい、そんなようなもう無理やりですね僕の場合は。ドンスタイルとこの吉本の立ち位置っていうのはどの位置かってことですか？どの位置でしょう。吉本での僕らの立ち位置